内藤信政は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将、普代大,大名。大見国長浜藩の第二代藩主、摂津国高槻藩主。伏見城代を経て、初代大阪城代となる。永六十一年、後の長浜藩初代藩主、内藤信成の長男として生まれる。天正十二年十六歳で、小牧、長久手の戦いに参加、その功を、 徳川家康に称せられる。天正十四年には十九歳で大万党となり、同十八年の小田原征伐、十九年の久野戸、正美の乱などに従軍した。文禄四年十五位した、木神となり、また家督を継いで、慶長十一年、長浜城に従した。慶長二十年の大阪の陣では、尼崎城の守備にあたり、同年うるう六月最地を改めて、 摂津国に違法され、高槻城を居所とした。現那三年伏見城代となり、一万国の仮像を受けて、摂津国内に添を合わせて五万国を領した。同五年から大阪城代を務める。官営二年事業を、大見、山城、キーに移され、翌三年大阪城において死去した。去年五十九。 死女は、完成重修書家婦が記すのは次の五難語女である。記載の順に示す。ありがとうございます。